イタリア共和国大統領は、イタリアの大統領で、国家元首である。現大統領は、セルジョ・マッタレルラ。イタリア共和国憲法制定以前引く、暫定国家元首。イタリア共和国憲法制定以降、イタリア共和国大統領。イタリアの大統領は、イタリアの国家元首である。概ね象徴的な元首だが、議会解散権、首相任命権、 軍隊指揮権などの非常事態系を持っているのが特徴的である。大統領はイタリア議会の上下両院合同会議において全議員と各州代表による間接投票で選出される。任期は7年で再選については特に規定がない。慣例として第10代カルロアツエリオチャンピまではいずれの大統領も一期7年を超えることなく退任していた。 第11代のジョルジョ・ナポリターノも、恒例のため長らく再選には、否定的だったが、2013年の総選挙後に起こった、長期にわたる政局の混迷から、後継の大統領候補が、ことごとく当選に必要な票を得ることができず、その結果不本意ながらも大統領に再選されるに、至った。そのナポリターノも1年8ヶ月後、89歳の、 身にはもはや限界と2期目の任期途中で大統領を辞任している。大統領の権限は憲法により次のように規定されている。大統領官邸であるクイリナール宮殿に居住する。ありがとうございます。